ダーウィン・ジェームズ・クナネ・バーニーは、アメリカ合衆国、オレゴン州ポートランド出身の元プロ野球選手。右を右打ち。愛称は、ダーバー。母方の祖父が日本人、祖母は韓国人であり、父はハワイ州の出身である。祖父の名字は、山本で、バーニーの左肩には、漢字で、山本と入れ墨がされている。 2007年の MLB ドラフト4巡目でシカゴカブスに指名され7月9日に契約した。2010年8月12日のジャイアンツ戦でメジャーデビューを果たした。それまでは遊撃手だったがカブスには声優撃手、スターリン・カストロがいるためにルイッシュに転向した。2011年にはニルイッシュのレギュラーの座を掴んだ。ナリーグの新人王投票では7位だった。 2012年は守備防御点で、全選手中最高のプラス28を記録し、フィールディングバイブルアワードを初受賞した。さらに、ゴールドグラブ賞にも選出された。2014年2月6日に、カブスと230万ドルの1年契約に合意した。開幕後は、正に類種として72試合に出場したが、打率。230点に本類打、16打点。 一投類と結果を残せず、7月22日に、ィーフとなった。2014年7月28日に後日、発表選手とのトレードで、ロサンゼルスドジャースへ移籍した。2015年は2試合の出場にとどまり、4月14日に25人ロースターから、外れ、6月12日に、ィーフとなった。その後もトリプル A 級オクラホマ式ドジャースに所属した。 2015年9月13日にトロイ・トゥロイツキーの負傷に伴って後日発表選手とのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。ブルージェイズ加入後は控え内野手としてプレーし15試合で打率304をマークして結果を残した。守備面では全15試合で2類種の守備についたが1失策、守備率。 971DRS-1 という内容に終わり、過去に2年連続でゴールドグラブ賞を獲得した頃の輝きは見られなかった。10月19日、パッド・ベンディットの獲得に伴って DF となり、10月22日に FA となったが、12月11日に1年契約で再契約した。2016年は内野のユーティリティとして起用され、 3年ぶりの100長となる104試合に出場。打率269.4本塁打19打点2投類オプス0.695という成績を記録し、バーニーとしては打撃好調を維持した。守備面では本職のセカンドを守った40試合が最多で4失策、守備率976ながら DRS ではプラスマを記録したほか、 サードとショートも、それぞれ25試合以上で守って、プラスの DRS をマークし、以前の守備力を多少取り戻した格好となった。7月1日のクリーブランド・インディアンス戦では、延長19回にマウンドに上がったが、カルロス・サンタナに決勝本塁打を浴びイ戦投手となった。2017年オフの11月2日に、FA となった。 2018年2月5日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。同年5月19日解雇された。2019年12月31日にレンジャーズ参加トリプル a 級ナッシュビルサウンズの監督に就任することが発表されたが、マイナーリーグの2020年シーズンが、 新型コロナウイルスの感染拡大により開催されなかったため実際に公式戦で指揮を取ることはなくシーズン終了後に退団した。2021年からは母校のオレゴン州立大学でコーチを務める。ありがとうございます。